ライフ。こんにちは、川波奈美男でございます。チャームから届いた荷物を開封、レッドビーシュリンプをいよいよお迎えいたします。その前に他の買い物などもちょこっとご紹介いたします。4 in 1 2つ、テトラのストレーナーフィルター2個入り、おまけの石、これ別の動画で紹介します。暖かいです。回路が石、こちらめっちゃちっちゃいですけどネオンテトラです。そしてこちらオトシンネグロワイルドです。ワイルドだろう。そしてこちら、多少色は抜けてますがレッドビーシュリンプ紅白バンドです。2分の1と2分の2とこれ合計2つです。本水槽に入れる前に仮の水槽に生態を移してまいります。この瞬間って緊張しますよね。ビニールにエビへばりついて事故が起こらないかとかね、心配しながら、やっぱりこの時もね少しエビが残っちゃって水を入れ直して移し直したりしましたけどね。そして2つ目の袋、こっちの方はスルッと全部エビが映ってくれました。数えたところ23匹のレッドビーシュリンプおりました。モスラ的な色合いのやつもおれば、日の丸的なやつもおれば、バンドのやつもおれば、いろんな形がミックスされて、サイズはちょっと小ぶりな感じがします。グレード低いレッドビーシュリンプですけど育てがいがありそうです。輸送のストレスと、あと若干の温度の変化でしょうね。そんなこんなでエビの方色も少し落ちていたんですけども、徐々に仮の水槽を移した後に戻ってまいりました。さて水合わせでございます。他の生態もいろいろ一緒に水合わせしたものでこんなありさまとなっております。大天敵祭り、他のお魚を1時間ぐらいの水合わせにしたんですけども、レッドビーシュリンプの方は3時間ほどかけてじっくりと水合わせいたしました。最後の30分ほどは天敵のスピードをポツ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 と上げてまいります。そしていよいよ天敵水合わせ終了です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、
23。どうでしょう、 pH などの水質がうまく合ってないとエビがショックを受けてバタバタと泳ぎ回ると、いったようなこと言われておりますが、この様子落ち着いているようであり暴れているようであり微妙なところでございます。やっぱりちょっと落ち着きないかな。若干不安も残りますが、この後様子見守ってまいりたいと思います。この後のレッドビーちゃんたちの様子は次の動画で。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。他の動画も見てやってください。ほな、さよなら。